皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もアグザラタールで遊んでいきます。今ですね、古代の地下遺跡、1階から5階までクリアしました。で、宝箱でですね、出てるの全部拾いましたので、まあ、前挑戦した時にですね、なんか宝箱を開けなくてもクリアすれば持って帰れるのかなと思ったんですけど、持って帰ってませんでしたので、ちゃんとですね、全部ちゃんと取ってまいりました。全部で9個ですね。じゃあちょっと何が入ってあるか楽しみですね。見てみたいと思います。おお、本当ですか。ちょっと待ってくださいね。私スマホを取ってきます。え、この覚醒石500、あ、このもう地下5階のエリアでもう出るんですね。ちょっとびっくりしましたね。ちょっとシャメ取ります。いやー、なんか精霊石出てる方とかいらっしゃいましたけど、あれなんですね。もしかしたらもう普通に地下5階まで行ってても出る可能性あるってことですかね。わ、これすごいですね。黄色、紫今使ってないですけどね、コロラード君が使ってないからですね。で、今レベルはですね、もう結構上げましたので、トッシュ先生以外全部マックスですね、今のところ。じゃあ今回ですね、1回はしないといけないので、1階から6、7、8ですか ?6、7、8、9ですね。ちょっとお見せしたいと思いますので、まあ、1階は、まあ、動画載せなくてもいいんですけど、どうしましょうか。一時停止しましょうか。まあ、1階は多分、あれですよね。この前に動画で見られてると思いますけど、まあ、でもそんなに時間かからないですよね。オート戦闘できますからね。まあ、多分動画の尺もバッチリ取れると思いますので、尺と言いますかですね、時間ですね、まあ、20分ぐらい撮影しても容量的に大丈夫ですので安心ですね。あ、それにしてもすごいですね。あれ、さっきの銀色から出たんですかね。ちょっと動画見直してみたいと思いますね、後で。いや、でもここであれなんですよね、確実にあの宝箱を倒さないとですね、モンスター先に倒しちゃったら終わりですからね。ちょっともう技使ってでもあれですね、スキルですね、確実にですね宝箱開けておきてます。まあ、さっきもこうやって、まあ、ノルちゃんとかですね、エルク君が いると結構遠距離で開けますので、なんか壁沿いの向こう側にある宝箱とかもですね、エルクのこのオーバースティングとかも縦3列に直線で攻撃できますので、いやー便利ですよ。でもまあ1日3回しか潜れませんので、あ、なんかまあアイテムを使えば潜れるみたいですけど、何でしたっけ、闘技場でした、許可証でしたけど、多分ちょっと待ってください、6回ですかね、次。ああ、きついですね、ちょっと。ゲームのしすぎですね。もうなんか、この3連休、まあ今日最終日なんですけど、もう昨日あたりからずっと青鬼オンラインをやってまして、なんか、幻のゴリラスキンがですね、今確率2倍になってるよっていう言葉に私はまんまと引っかかってですね、もうひたすらやってたんですけど、全く出ないというですね。しかも動画も撮ってたんですけども、あまりにも出ないか消しちゃったですね。お、左と下に宝箱が一つずつですね。まあ最初のちょっとオートで素早くですね。まあモンスター2体ぐらい残しておいた方がいいと思います。まあなぜなら攻撃を受けた時に反撃で倒しちゃう恐れがありますんで。いやー、それでもう、青鬼オンラインをちょっとやりすぎて、ものすごく疲れたんですけど、まあ、アークザラットは、あれですからね、オート戦闘でできる上に、なんか中級とかになると行動力が30ぐらい使えますんで、なんか3、4回したらもう行動力なくなっちゃうっていうですね、もうそんな感じです。あ、でもこれあれなんですよね。た
確かやられちゃったら次の戦闘出てこれなかった、もうギブアップになりますから、そこの戦闘はちょっとモンスター減らしておいた方がいいですね。まあ戦闘終わったらマックスの体力で回復できますんで、まあいいんですけど、ちょっと確実に倒しますか。いや、もうシャドウスフィアが強すぎて、で、あとモンスター2体なので、エルク組んで引きつけつつ、ちょっとこっちは危険ですね。宝箱はちゃんと開けていくと。まあモンスターのレベル高いですけど、そこまで注意する必要はないと思いますね。その集中攻撃を一人が食らわない限りは問題ないと思います。でも水葉ちゃんもちゃんと回復してくれるので、ちょっと穂村ちゃん危険なんで逃げますか。でちょっと宝箱を確実に開けておいて、そしたらまああとはオート戦闘でいいと思います。まあ、オート戦闘だとやっぱ宝箱を逃しちゃう可能性が高いですからね。オート戦闘でも全部宝箱を拾えるステージをですね、探して、まあ、それをお伝えできればですね、皆さんも安心して潜っていけると思いますので。やばいですね、ちょっと私の髪噛んでるのが危ない。エルグ君ちょっとギリギリでしたね。さすがに1人減るとちょっと厳しいですからね。もう6に進んでしまった私はもう次5回とか選べないはずですからいかんっすね。もう風気味になってきましたよ。ということで今宝箱は全部で3個ですね。いや怖いですね。ちょっとこれやられたら持って帰れませんからね、宝箱。一個もです、一個も。鬼ですね、もう。だから今、警戒レベルが鬼のマークだったんでしょうね。さあ、モンスターの数が増えないことを祈るだけですね。こちらのステージは、モンスター多いですね。右上ですね。いや前回星2の装備を求めて、クエスト進めてたんですけど、やっぱ星2の装備、防具ですか、防具が欲しいですよね。ちょっと水葉ちゃんが前に出ると危険な気が。トッシュ先生が前に進めなくなっちゃいますよね。結構厳しいですね、ちょっとオート戦闘でやると。解除しときますか。ホムラちゃんをちょっと、ちょっと待ってください。私はもう宝箱に目がくらんでしまったなるほどですので、宝箱を開けます。で、トッシュ先生がやっぱり案の定攻撃できないので、ここで止まっておいて、シャドウスフィアをうまく当てますか。ちょっと待ってください。こっち向きにしたらですね、宝箱にも当たりつつ、当たってる、
あれ、宝箱当たってない。これは困りましたね。あ、間違った、間違った。ちょっと待ってください。ダメダメ、そっちダメ。もう一回ジャンプしてください。こっちのモンスターを。いや、これはジャンプしなくても左から回っていけばいけると思うのに。だからもうどうせならピョンって斜めにジャンプすればいいんですけどね。なんか、アクザラと律儀になんか、ちゃんとジャンプしますよね。まあ、これで、あそこの宝箱さえ取れば、まあ、こちらのせいじゃクリアできそうですね。いまいちこの毒の攻撃の効果が分かんないですね。反撃しいっすよ、トッシュ先生。お、反撃やりましたね。反撃するのしないのでは、この戦闘のスピードが違いますよね、終わるまでの。なんかみんな毒ですけど、なんかマップ移動するときになんかマイナス10、マイナス10とか減るんですかね。まあ、そういうタイプだったらあれですよね、さっきみたいにエルク君を 行ったり来たりさせてたら、もうその時点で、ああ、体力がみたいな。なんかもうアタッカー以外の方で攻撃したら反撃が怖くてできないんですけど。ほんと確実に一撃で仕留めておかないと。今日は喋りすぎてあれですね。もう疲れましたね。まあ、他の方のツイッターとか見てますと、もうほとんどの方がもう地下遺跡で何が出たかっていうご報告ばかりですからね。なんかいいですよね。もう精霊石出てる方とかもう遊び放題じゃないですかね。まあ、遊び放題ではないですけど。あ、もうオート戦闘でいいんでしたっけ。いや、私ももう覚醒石初めて出ましたからね、さっき。あとはもう精霊石が出て、うはーっていうだけですよ。したら、あれでしょ？あと、星5の方を星6です。覚醒できるんでしょう。まあ、かなり、数いるみたいですけど、なんか皆さんもずーっと集めてるって言ってましたけど、あと数千個必要ですって言ってましたね。まあ、その頃私はもう普通の中級の覚醒石を頑張って1戦闘20、ん？ 30 個ぐらいの覚醒石をせっせとですね、集めてましたけど、行動力30も使えますしね。進化もあれですね。エルク君を星5にしようかなと思ってやってたんですけど、まず中級の赤色の、進化の魔法瓶ですか？はなんか土日かな？土日しか開放されてないみたいで、なんか昨日夜やってたらいきなり選べなくなってて、あれ消えたと思ったらですね、なんか12時過ぎて月曜日扱いになってたっていうですね、まあ月曜なんですけど、それで選べなくなって、なんかショックで、おーって言ってですね、どうすればいいんだみたいな。あと1週間待たないといけないんですかね。まあ、あと、それかあれですよね。なんか、許可証ですか？ 許可証？通行証？あれ？闘技場が通行？なんかあるんですかね。まあ、そういう、そのアイテムを使えば、1日解放できるみたいですけど。まあ、私はそういうアイテムは大事に取っておく派なので、なかなか使い切れないですよね。まあ、なので、もうすぐ進化できるという時には使っていきたいかなと思います。ああ、なかなか鬼のような設定ですね。どうすれば。
じゃ左はノルちゃんにお任せして、右はイルクくんですかね、お任せするなら。この辺ですか。ここを塞いでおけばもうあれですよね、いけない、飛べないはずだから。あとキャラクターが複数いると移動力落ちる、まあ、RPG よくありますよね、こういう移動系のやつは。一人だと後ろに回れるけども二人か、そばにいると飛べないとかですね。あ、でもあっちは銀色なんですね。これどうやって取ればいいんでしょう。あー、どうしましょう。ちょっとやばいですね。ちょっと困りました。これでみさかちゃんの応答キュアで回復して、回復してねって感じ。てい、1,2,3 だからエルコくんのさっきの技でいけそうですね。ちょっと要確認しとかないと。まあいいですね、さすがに死んじゃったら元も子もないので。おお、宝箱も行ってますね。やりましたね。で、エルクくんのオーバースティングでこっちも宝箱を開けて、やっぱ範囲攻撃最高ですね。まあトッシュ先生の単体火力最高みたいなのもいいんですけど、まあボス戦ですからね、どっちかというと。まあ、これで、まあ、いけそうですね。問題一番最後の9ステージですね。どんな感じなんでしょうね。結構8ステージでも厳しいんですけど、私。なんか、ちょっと微妙な、ノルちゃんの位置が微妙ですね。ちょっとホモラちゃんどいとかないと倒せないですね。まあホモラちゃんの横一線もなかなかいいですけど、まあ炎一線ですね。で、まああとはオート戦闘で十分ですかね。おお、ようやく4回戦終わりました。なかなか長いですよね。古代地下遺跡潜るだけでもうすぐ20分です。ちょっと9回なんかやばいですね、動画の時間が。まあもしもこれ切れちゃったらですね、ちょっとつなぎ合わせるとやっぱ動画の画質落ちるみたいですね。アークザラットも動画見直してみたらやっぱ動きカクカクしましたね。いや本当申し訳ないですね。今はまあ旧スマホのままですので、まあちょっと9階はオートセント行きましょうか。ちょっとマップだけどんな感じかお見せします。わ、これまたちょっとあっちになんか1個あるということで、水葉ちゃんだけあっちをちょっと行ってもらって、トッシュ先生が行くんだ。
まあ範囲攻撃で倒せればいいですかね。まあ自爆しなしてもまあそんなダメージ食らわないからいいですかね。ヒットポイント高いですね。まあでもまあクリアできそうですね。ちょっとノルちゃんの時にだけ外しておいて、シャドウスピアを使っておいて、ちょっと待ってください。まあ、あとは、ノルちゃんで宝箱を取り行けば、問題なさそうですね。いや、まあ時間がないからちょっとオート戦闘で取れなかったら残念みたいな 感じでしょうか。でも今はまあ動画、他の動画撮りためてないからですね。この前はですね、1個出せなかったんです、動画。その前の動画13分ぐらい撮ってたのを残したまま新しく動画撮り始めたのに気づかないで途中で切れちゃってですね。で、つなぎ合わせやっぱ動きがカクカクするんで、泣く泣くですね、動画消しちゃったので。まあ多分30分ぐらいは撮れるはずなんですけどね。やっぱちょっと位置取りが悪いとダメですね。なんかまあ自爆してもらった方が早く戦闘終わって楽ですね。あともうちょいです。皆さんのお楽しみの宝箱ですね。宝箱オープンってやつです。あ、なんかのるちゃんやられそうですね。ちょっと後ろから失礼いたします こっから届くのかな。いや、おかしいですよね。壁に穴が開いてるとしか思えないですね、最初から。それがこの壁を壊して槍が突き抜けたとでも言うんですか。あ、終わっちゃった 宝箱1個見逃しましたけど、まあ、ご了承ください。さあ、お楽しみの時間ですね。8個ですね。まあ本当はもう1個銀色ですか。おお、やっぱ覚醒石いいですね。嬉しいですね。これで一気に1000個ですか。すごい。ありがとうございます、チョンガラ先生。まあ、ということですね。今回、動画以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。まあ、あと1回残ってますので、まあ、無難なところで行きたいなと思いますね。オート戦闘で行ける。まあ、踏破ポイント全くたまらないんですけど、まあ、これもちょっと調べないとわからないですね。ということですね、この次の動画でまた、お会いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。